でしょうか。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。タオルあります？誰が拭いてって言ったんですか。それくらい自分でできます。冷たかった。もうやりすぎだよ。今度のライブはカルミナの集大成となる。坊や、しっかりサポートしてやってくれよ。楽しみだね。お疲れ様。ねえ、ちょっと時間空くから少し海で遊んでいこうよ。ちょっとのぞみさん、うん、何やってるんですか。人の目があるんですよ。見られるのはやっぱり…今日はありがとう。撮影まで手伝ってもらっちゃって助かっちゃった。はい、撮影の仕事はまだ不慣れで緊張していたので、あなたがいてくれたおかげで自然体でいることができました。というか、なんで当たり前のようにいるんです。私、騎士さんがいるなんて聞いてなかったんですけど。そういえばそうだね。いるのが当たり前のような気がしていました。のぞみさんとちかさんも知らないんですか。なのにあんな堂々と一緒に仕事。いや、まあ私も普通に頼み事しちゃってましたけど。なんなんですかこの騎士さんの溶け込み力。いいじゃない、今日の撮影つむぎもなんだか気合い入ってたし、こういつもよりポーズの見せ方が良かったよ。しっかり見てもらいたい人がいるって感じだった。何言ってるんですか、のぞみさん。私はただこのライブ衣装が自信作だから気合を入れてただけで、なんで私が騎士さんなんかに見てもらわなきゃいけないんですか。つむぎ、のぞみは別にこの人の名前は出していませんよ。ふーん、ちかさんだ。撮影中ずっと騎士さんの反応を伺ってましたよね。そんなことは。もう紬、巻き添えにしないでください。二人とも楽しそう。君がいてくれてよかった。でも本当、どうして君がここにいるの。もしかして誰かと一緒に海に遊びに来たとか。それって女の子、違うよね。それって私だ。プロデューサーさん。女の子、坊やを連れてきたのは私だよ。頼みたいことがあってな。あと、そこのピンク、怪訝な顔をしている理由を後で聞かせてもらおう。はい。それよりお前たち、撮影の仕事が終わったからといって気を抜いてもらっては困る。この先に大きな仕事が控えていること、よもや忘れているわけではあるまいな。そんなわけないじゃないですか、プロデューサー。はい、もちろんです。意識は常に研ぎ澄ませてあります。
パルミナサマーライブ。観客数は今までで最大規模、曲数も全てを網羅。ここから始まるんですよね、私たちカルミナの夏のライブツアーが。いい目じゃないか。ギラついた目は嫌いじゃない。そういえば聞きそびれていたんですが、どうしてここからなんですか、プロデューサーさん。確かにここって普通の海水浴場だし、プロデューサーだったらもっと派手に人を集められる場所を選ぶと思ったんですけど。なんだ、聞いていないのか。ここをツアーの始まりにしたいと言ってきたのは、そこにいるのぞみだぞ。え、そうだったんですか、のぞみ。うん、今回のツアーのプロデュースをお願いするときにちょっとね。ん、珍しいですね、のぞみさんが場所を指定するなんて。そんなことよりお前たち、今回のサマーライブは正真正銘カルミナの集大成となる。この私がプロデュースを手掛ける以上、下手な妥協は許さんぞ。はい、そうと決まれば、チカ、つむぎ、早速準備に取り掛かろうよ。のぞみさん、今日は撮影の後はオフにするんじゃなかったんですか。そのつもりだったんだけど、ライブの話をしてたらなんかもう我慢できなくって。仕方ありませんね。のぞみは一度こうなってしまうと、一人だけでも練習してしまいますから、このままライブの事前準備に取り掛かりましょう。さあ行くよ、ほら二人とも走って走って。まったく、のぞみさんは相変わらずなんですから。言ったか、向こうは任せておいても問題あるまい。さて、それじゃあ坊や、本題に移ろうか。私がなぜお前をここに呼んだかわかるか。なかなか鋭いじゃないか、話が早くて助かるよ。坊やを海まで連れてきたのは他でもない、お前にしかできないことをやってもらおうと思ってな。なーに、難しいことじゃない。今度のライブに合わせる形で本を作ろうと思っていてな。カルミナのこれまでの活動記録、いわば歴史をまとめたものになる。そこで、んだ、のぞみ、ちか、つむぎ、あの3人に密着インタビューをしてきてほしいのさ。不安か。確かに坊やはプロの取材屋ではないからな。だがそれでいい、アイドルとして作った状態の言葉などいらんのだよ。読者が求めるのはカルミナの赤裸々な姿だ。坊や、お前がそれを引き出してこい。できるだろう。できないとは言わせんよ。あの3人も坊やになら何でもさらけ出すだろうさ。とはいえ、聞いてくる内容くらいはこちらで用意してある。坊やに任せると好きな食べ物はとかになってしまいそうだからな。よし、自分の役目が分かったなら行ってこい。頼んだぞ坊や。私はね、これから始まるライブに向けて
精神統一みたいな。今回のライブは私、カルミナにとって大事なものだからね。インタビュー？今度発売するっていうカルミナの本のため？そこに載せる内容を君がインタビューするの？もうプロデューサーってば、私たちに何も言わずに。あ、嫌なわけじゃないよ。むしろ君でよかったかも。そっか、いろんなことを君に聞かれちゃうんだ。なんだか恥ずかしいな。じゃあ早速取材してもらっちゃおうかな。何でも聞いてね、インタビュアーさん。オフの日は美味しいものの食べ歩きとかしてるかな。それでつい食べ過ぎちゃって体重が増えちゃったり。で、嘘嘘、アイドルは食べ過ぎたり太ったりしないの。こんなこと書かなくていいからね。どう？こんな感じでいいかな。だんだん楽しくなってきちゃった。どんどん聞いて。チカはね、すごいんだよ。歌で魔物と戦えちゃうの。歌で戦うってすごくかっこいいと思わない？召喚術、私も使えないかな。君って聞き上手だよね。何でも話せちゃいそう。もしかしたら天職かもしれないよ。カルミナの専属記者になってみない？そしたら私たちが活動してる時にいつも一緒にいられるし。見たいなんてまっすぐ言われちゃったらドキッとしちゃうかも。私のソロ曲のタイトルそのまんまなんだけどね。もう本当にそんなこと聞けって言われたの？プロデューサー、君がインタビューするからって無茶ぶりしてるんじゃない？あんまり大胆なこと聞いちゃダメだよ。ただでさえ君相手だと何でも言っちゃいそうになるんだから。インタビューはこれでおしまい？お疲れ様。いいインタビューだったよ。なんて私が言うのもおかしいかな。そろそろ私はサマーライブの準備に戻ろうかな。会場の設営はほとんど終わってるけど、これから私たちがやることはたくさんあるし、今回のライブは絶対に成功させたいからね。この海岸を私がライブ会場に選んだって、別に秘密にするようなことじゃないんだけど、あまりかっこいい話じゃないから。でもそうだね、君には聞いてもらおうかな。ね、あれはまだ私が駆け出しだった頃。レッスン終わり。レッスンって言っても人目につかない街の片隅で他のアイドルの真似して体を動かしたり、ほとんど独学だけどね。専属の先生とかいてくれたらな。なんて、駆け出しアイドルの私には贅沢な望みだよね。先生を雇うお金なんてないし。そろそろオーディションの時間だ。急がなきゃ。舞台のオーディション、あんまりいい反応じゃなかったな。悲しみの演技って言われてもつい明るくなっちゃうんだよね。悲しいことがあっても絶対にめげないのが私だもんな。気を取り直して次。いらっしゃいませ。おいしいプリンですよ。プルーンと舌の上で踊っちゃうよ。
び込みのアルバイトって声を出す練習にもなるし、お客さんの心をつかむ練習にもなって一石二鳥なんだよね。全てはいつかアイドルとしてステージに立つ時のために。いらっしゃい、おいしいおいしいプリンですよ。いい声してるね。あ、店長さん、ありがとうございます。声を褒めてもらえるのはすっごく嬉しいです。私アイドル目指してるので。そうなのか、うん、じゃあさ、今度海岸でやるイベントに出てみる？え、イベント？イベントって歌を歌ったりするあの？あ、ああ、出たいです。ぜひ出させてください。いや、うん、そんな大したイベントじゃないよ。歌を歌うイベントっていうか、特技を披露するイベントって感じだし。構いません。わかった、話は通しておくよ。やったー、私イベントに出られるんだ。会場はここだよね。小規模なイベントとはいえ、これまでの練習の成果を披露できるチャンス。全力で行かなくちゃね。あ、今日呼ばれてるアイドル目指してるって子、舞台はあの辺だから、呼んだらよろしくね。はい、わかりました。海を背に砂浜の上でライブ、ステージもスポットライトもない。だけどお客さんはいる。アイドルとして笑顔にしてあげなくちゃ。リさんによる琉球犬舞踊でした。皆さん盛大に拍手をお願いします。それでは次はランドソルでアイドルを目指す女の子、のぞみさんです。どうぞ。よし、行こう。反応はまばらだね。こっちを見てない人もいる。ならまずは。みんなこんにちは。やっとこっちを見てくれたね。じゃあそのまま目を離さないでね。しっかり見て、そして聞いてください。あの子、キラキラした目でこっちを見てる。私も昔、そうだった。子供の頃に歌って踊るアイドルの姿を見て憧れたんだ。人を笑顔にできるアイドルに、今度は私がそうなってみせる。あー、魔物よおいおい、マジかよ、逃げないと。皆さん落ち着いてください。今すぐ警備の者が追い払いますので。あの、私はどうしたら。一旦下がってください、危険ですので。はい、その途中だったけど仕方ないよね。皆様お待たせいたしました。安全を確認できましたので、ステージの続きをお楽しみください。楽しむったってな。ああ、さっきの騒ぎの後じゃな。みんなお待たせ。もしかして再開するのか。続けるの？大丈夫かよ。違う、ちょっとトラブルがあったけど、その分私の歌と踊りで楽しませちゃうから、思いっきり楽しんでいってね。こ
ういう時こそアイドルの出番。今まで練習してきた歌と踊りでみんなの心を明るく元気にしてあげるんだ。それじゃあ行くよ。聞いてくれてありがとう。トラブルはあったけど手応えはあった。みんな私の歌と踊りで笑ってくれてる。みんなありがとう。すごかったなあの子。俺ファンになっちゃいそう。フレッシュさというかあの全力の元気さがいいよな。やっぱりアイドルっていいな。私の笑顔でみんなを笑顔にできるなんて。もうそろそろ泣き止みなさい。怖い魔物はもういないから。あのその子どうかしたんですか？あら、あなたさっきのアイドルさん。ごめんなさいね。この子がさっきの魔物騒ぎで怖がっちゃってずっと泣き止まないのよ。さっきの私のステージ中に？だって怖かったんだもん。あ、浮かれてた。自分にできることをして拍手を浴びてそれだけで満足しそうになってた。私のパフォーマンスじゃこの子を笑顔にできなかったんだ。胸の中の悲しみを吹き飛ばしてあげることができなかった。人を笑顔にできるアイドルになるって決めてたのに。ごめんね。いいえ、あなたが謝ることじゃ。いいえ、アイドルのステージを見た後笑顔に慣れていないのは私のせい。本当にごめんね。あなたが泣いているのを見逃していたら私はきっと今日のステージで満足しちゃってた。お姉ちゃん、私頑張るからね。もっと歌を練習して踊りも上手くなって今度は絶対に笑顔にしてみせるから。私にはまだまだ足りないものがある。レッスンの時間も足りないしステージの場数も踏まないと。それに強くならなきゃ。たとえ魔物が現れても自分で倒せるくらい。もう魔物を恐れてステージを降りたりしないように。一度ステージの上に立ったからにはどんな状況でも全ての人々を笑顔にしてみせる。決めた。私が目指すアイドルは歌って踊って戦うアイドル。かっこいい話じゃないでしょ。ありがとう。私が今回この海岸をライブの場所に選んだのはね、確かめたかったから。あの時全ての人を笑顔にできなかった私からどれだけ成長できたのか。ファンの人たちも増えて、チカとつむぎっていう仲間も増えた。心強いプロデューサーだっている。だから今確かめたいんだ。過去と現在私がどれだけ変わったのか。思い出のこの海でもう一度ステージに立って、もっと多くの人の前で、今の私ならきっと全ての人を笑顔にできる。悲しみの涙なんて一滴も落とさせたりしない。絶対に。
こんにちは。聞かれてしまいましたね。この曲は今度のライブで初めて歌おうと思っているんです。だから秘密でお願いしますね。ところで私に何か用ですか？メモ帳とペンを持っていますけど。インタビューというと今度発売するカルミナの本も？なるほど、あなたが呼ばれた理由はそういうことだったんですね。プロデューサーさんが考えそうなことです。私たちの普段見えない部分を引き出そうとしているのでしょう。では早速始めましょう。なんだかこうして改まってあなたに質問をされるのは恥ずかしくもありますね。歌の練習でしょうか。召喚士として訓練を怠るわけにはいきませんから。ボケが足りない？ボケ？インタビューでボケってどう答えれば。少し時間をください。必ず用意しますから。どうでしょう、ちゃんとした答えになっていたでしょうか。大丈夫、私らしい。よかった。アイドルですね。なんというか、私の中にあるアイドルという言葉の意味、そのすべてが望みそのものということです。伝わりますか？改めて仲間のことを語るというのは自分を見つめ直すみたいで難しいですね。緊張も少しほぐれてきました。どうぞインタビューを続けてください。告白とはつまりそういうことですよね。どんなセリフ、考えたことがありませんでした。そのあなたが好きな人に思いを伝えるときはどんなセリフを言いますか？それを答えにさせてください。なんというかドキドキする質問ですね。もちろん今までにも取材などでこういった風な質問をされたことはありますけど、あなたに聞かれるというのが。いえ、気にしないでください。次の質問に行ってもらえますか？できればなるべく普通のものでお願いできますか？どうやって結成されたかですか。そうですね、私も紬ものぞみに引っ張られる形で強引にというか、あの勢いに押される形でというか。でも正式にカルミナになったのはそれより少し後の話。私がのぞみのことをのぞみさんと呼んでいて、私たちがまだ不揃いなユニットだった頃でしたね。歌って踊って戦うメンバー募集、そんなチラシを見て興味を持ったのですが、まさかアイドルのことだったなんて。私は召喚士、この力で人々を守り平和をもたらすのが使命。アイドルをしている余裕なんてとても。どうしたの、チカ？顔が暗いよ。アイドルになるんだから常に表情は明るくね。そうだ、私たちのユニット名とか考えなくちゃね。あの、のぞみさん、以前はあなたの言葉に乗せられてしまいましたけど、やはりアイドルというのは。私は召喚士
歌の力で人々を守るのが使命なのです。うん、だから私とチカの歌でみんなを笑顔にするんでしょ。いえ、そうではなく、魔物の脅威から。チカさん、諦めた方がいいですよ。のぞみさん、こうと決めたら絶対譲らないタイプです。とてつもなく強引ですよね。初めて会うタイプです。まあ私は超綺麗なお二人の衣装を好き勝手にできるので万々歳ですけどね。この子も初めて会うタイプですね。ねえチカ、そろそろダンスレッスン始めない？まずはお互いの呼吸を合わせなきゃ。あ、はい。いいのでしょうか、このままで。召喚士としての使命があるのに。よし、今日の練習終わり。チカ、だんだんと良くなってたよ。もうちょっと自信持って踊るといいかな。踊りなど今までやったことがなかったので、自信なんて。というかのぞみさん、なんで私までレッスンに参加させられてたんです？衣装作りにダンスって必要でしたっけ？いいのいいの、せっかく3人で組んだんだし楽しくやらなきゃね。楽しく？今も魔物に苦しめられている人がいるかもしれないのに。私の召喚士としての使命を手伝う。その代わりに私もアイドルの活動を手伝う。そういう約束だったはずですが、本当に約束を守る気はあるのでしょうか。そもそものぞみさんは本当に戦えるのでしょうか。あれがただのその場の口約束だったとしたら。ん？チカ、どうかした？いえ、何でもありません。レッスンは終わりですよね。私は用があるのでこれで失礼します。あ、チカ、どうしちゃったんだろう。チカさん、いろいろと背負ってそうですからね。魔物の討伐以来こんなにあるんですね。このままでは召喚士としての使命は果たせない。私の歌は人を守るために使うもの。まずはこうした討伐依頼をこなして。おい、誰かいないか？どうしたんですか？街道に魔物が現れたんだ。しかも町の方に向かってやがる。ここならすぐに動けるやつがいるかもって。私が行きます。え、いや、だってあんたみたいな細身の。見た目で判断されては困ります。腕に、いえ、声には自信がありますので。よくわからないが自信はあるんだな。だったら頼む、魔物は町を出てすぐ街道沿いだ。任せてください。そう、これが召喚士としての使命。平和を脅かされた人々を守り、助け、救う。あなたが平和を脅かすものですか？私の召喚術、聞いてもらいます。風のせいよ、この歌に今宿りたまえ。聞いていますね。このまま一気に。突進？しまった、呼吸が乱れて歌が。まだです。
召喚術の弱点は歌う際に無防備になること、それくらいのことは分かっています。だからこそそれを補う仲間を求めたはずが、ですが一人だって私は戦える。まとわりついて歌わせないように。これだとチカの歌を邪魔しないで。のぞみさん、せっかくのいい歌声なのに邪魔するなんて困ったお客さんだね。チカさん、今のうちに歌ってください。困ったお客さんの相手は私がしようかな。鋭い攻撃、しかもあの独特なステップは私の歌に合わせて踊っている。ほら、もっと私の方を見て。戦えないと思っていた。アイドルが戦えるはずないと。でも違ったんですね。のぞみさんの動きはアイドルとしてだけじゃない、戦うために訓練もされたもの、本気だったんですね。アイドルをしながら私を手伝うという約束。チカ、そろそろフィニッシュだよ。つむぎ、サポートよろしく。任せてください。ぐるぐる巻きになっちゃってください。風のせいよ。よし、仕留めましたね。チカさんの召喚術やっぱすごいですね。 ありがとうございます、二人とも。どうして一人で行っちゃったの？私たちもう仲間でしょ？あ、仲間。のぞみさん、あなたはなぜユニットを組もうと思ったのですか？ん？あなたはすでに立派なアイドル、歌も踊りもうまく、今のように戦うこともできる。あなたに仲間が必要だとは思えないのですが。そうかな、私全然立派なんかじゃないよ。私にだってまだまだできないことがある。だからそれをするための仲間が欲しかった。そうしたらとってもいい仲間を見つけた。同時に二人も。なるほど、わかりました。カルミナはどうでしょう。え？ユニットの名前です、私たちの。この言葉には歌という意味が込められています。はあ、いいね、とってもいい。響きも神秘的で覚えやすくて。カルミナ、それって私も入ってるってことでいいんですかね。私裏方なんですけど。もちろんいいに決まってるよ。よし、じゃあ私たちのユニット名はカルミナね。そうだ、このままギルド登録もしちゃおっか。うんうん、名前が決まるとすごく仲間って感じがするよね。ええ、そうですね。これがカルミナの始まりでした。私はのぞみの歌い踊り戦うというアイドルの姿を見て、ここでやっていこうと決めたんです。それからも
のぞみにはいろいろと振り回されましたけどね。ですが、ええ、かけがえのないものを見つけたと思っています。今回のステージは海も近いし、やってみたい演出がいくつか。あとこの水着タイプのステージ衣装、海でのライブだからってつい水着にしちゃいましたけど、やっぱりちょっと思い切りすぎましたかね。いやいや、のぞみさんもちかさんもスタイルいいし、やっぱりこうですよね。でももう少しブラッシュアップできるかも。ん？ああ、岸さん、何ですか？ご覧の通り、私は今超絶に忙しいんですけど。はあ？いきなり何ですか？暑さでやられちゃいましたか？だったらちょうど近くに海がありますし、糸で縛り上げてスイカみたいに冷やしてあげますけど。インタビュー？岸さんがですか？よりにもよって？プロデューサーってば、明らかに人選ミスじゃないですか。岸さんのインタビューなんて、どうせ好きなおにぎりの具はとかになっちゃうに決まってるのに。ああ、聞く内容はあらかじめ用意してあるんですか。なら仕方ありませんね。どうぞ、私も忙しいんですからさっさと始めちゃってください。オフの日ですか？まあ、だありきたりな質問ですね。アイドル的にはお菓子作りとか木陰で読書してますとか言っておけば。え？正直に？本当に聞きたいんですか？ありませんよ。ありません！悪いですか？そりゃそうでしょ？最近はライブに向けての衣装作り、レッスン、ステージ演出、そして仕立て屋の方も忙しいですし、私はずっとオンのままですよ。こんなところですかね。っていうか、書くの遅すぎません？今の話、ちゃんと聞いてましたよね。ほら、次の質問どうぞ。普通、アイドルのインタビューなんて制限時間付きですよ。ありがたく思ってくださいね。って、拝まなくていいですから。綺麗なボディラインしてますよね。わかります？こうレッスンとかで鍛えられてるのに柔らかそうで、目に優しいというか、これこそ女の子って感じなんです。でものぞみさんって結構油断しがちなところあって、たまにあマシマシって時があるんですよ。そこがまた可愛らしいというか。あれ、趣旨合ってます？これ、岸さん、全く止めてくれませんけど、私のインタビューってこれでいいんですか？なんかとんでもないものを本にしようとしてません？私、後で怒られたりしません？なんで私が岸さんに告白されないといけないんですか？え？すみません、なんかおかしなこと言いました。気にしないでください。忘れてください。帰って布団の中で寝てください。むしろ布団に縛り付けてあげますから、どうぞ寝上がってください。これでインタビューは終わりですか？どうもお疲れ様でした。というか岸さん、それちゃんとメモできてるんですか？ちょっと見せてください。へえ、要点をうまく抜き出してて意外とわかりやすいけど、字がすごく下手。まあ記憶喪失だから仕方ないかもしれませんけど、これじゃ本をまとめる人が困っちゃうでしょう。まったく、綺麗に書き直しますから、ちょっと待っててください。別に岸さんのためじゃありませんよ。私たちの本のためですから。あくまでも
私たちのためです。ほんと手間のかかる人なんですから。これのぞみさんのインタビュー。ライブの舞台をここにしたのってそういうことだったんですね。駆け出しの頃から全然変わってない。アイドルになるために生まれてきたような人だから私はあの時。いえ、今のは気にしないでください。ただの独り言ですから。よくここでグイグイ聞き込めますね。まあインタビューの足しになるのなら別に話したって構いませんけどね。私カルミナから離れようとしてた時期があったんですよね。わあ、本物のつむぎちゃんだ。この間のライブ見たよ。ありがとうございます。あー、もう何なんですかこれ。カルミナの初ライブでステージに立ってから急に街中で声とかかけられるようになっちゃって、あれから握手会にグラビア撮影、音響版のプロモーションイベントとかまでやらされて、仕立屋の方にまで私目当てのお客さんが増えちゃってるし、それはまあいいことですけど。でもこんなの話が違いますよ。私は裏方の仕事だけって言ったのに。のぞみさんめ、のぞみさんに押し切られるままステージに立った私も悪いといえば悪いんですけど、それにしたって忙しすぎます。そろそろレッスンの時間ですね。次の新曲用の歌詞と振り付け頭に叩き込まないと。つむぎちゃん頑張ってね。はい、ありがとうございます。すっかり馴染んじゃってるじゃないですか。つむぎ遅い遅い、レッスン始まっちゃうよ。いえ、時間通りのはずですよ。仕立て屋の方が混んじゃってて出るのは少し遅れちゃいましたけど。初ライブが大成功でしたからね。のぞみも気が流行っているんですよ。分かってますけど。ほら、ライブの次は新曲だよ。私たち3人の。ここでしっかりとファンのみんなにいいものを届けなきゃ。ええ、それではレッスンを始めましょうか。二人ともやる気に満ち溢れてますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。呼吸を合わせて心を一つに。それにしてものぞみさんのパフォーマンスは本当にすごい。アイドルの輝きってやつなのかな。目が引きつけられちゃう。ラー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 。ちかさんも、あの歌は素人が努力して追いつけるレベルじゃない。天性の声質っていうのかな。視覚じゃない、耳で心を奪われちゃう。どれだけ努力すればこの二人に追いつけるんだろう。やっとレッスン終わった。もうのぞみさんってば時間ギリギリまで終わろうとしないんだから。仕立て屋の方も溜まってる仕事を片付けないと。って何この行列。あっ、つむぎちゃんだ。つむぎちゃん、この服ください。オーダーメイドお願いできますか。はい、ただいま。ダメだ、このままじゃ。ただでさえあの二人のパフォーマンスはすごくて私じゃとても追いつけない。こんなの。ごめんなさい、のぞみさん、私やっぱりカルミナのステージに立つことはできません。え
紬。詳しく話して。その仕立て屋の方が最近ずっと忙しくて、それにやっぱり私は衣装作りが好きで、このままじゃアイドルのレッスンにも身が入らないし、そんな私が二人と肩を並べるのはカルミナにとって良くないと思うんです。どっちも中途半端になるなんて絶対に嫌なんです。カルミナはのぞみさんとちかさんだけでもきっとすごいアイドルユニットになれます。二人みたいに輝く才能も自信もない私はいなくてもいいはずです。だから私はやっぱり裏方として二人を支えさせてもらえれば。すみません、紬、あなたにそんなに負担をかけていたなんて。ごめんなさい、チカさん。ダメだよ。ちょっと、のぞみ、紬は自分に才能がないみたいに言ってるけど、そんなことない。紬には私にもチカにもない才能があるよ。衣装作りと同じくらいステージの上で輝く才能が。紬みたいな子が裏にいるだけなんてもったいない。そう思ったから私は紬をステージに立たせたんだから。のぞみさん、それに紬はそれでいいの？きっとたくさん悩んで答えを出してくれたんだと思う。でも何かを諦めるっていう選択は紬にとって良くない気がする。でも中途半端にならなかったらいいんだよね。それで。いらっしゃいませ。あ、お客さん、こちらの服とかお似合いですよ。こちらの商品とこちらの商品合わせて。どうしてこうなるんですか？忙しくて手が回らないなら初めから私たちに言ってくれればよかったんだよ。いや、だからって私の仕事を手伝ってくれるなんて。ねえ紬、困ったことがあったら何でも言って。私たちは同じユニットの仲間なんだから。この人本気だ。本気で私を必要としてくれてるんだ。さあ、お仕事いっぱい頑張って、終わったらレッスンだよ。本当にこの人は。おい、この店でカルミナの3人が働けるって本当か？カルミナってアイドルの？え、本当に？あれ、でもこれ余計に忙しくなっちゃうんじゃ。まあ、あの後結局お客さんが増えすぎてお店がパンクしそうになっちゃったんで、従業員を増やす形でなんとかしたんですけど。でもその時思ったんです。のぞみさんを輝かせたい。私の持ってる衣装作りの技術で、そしてその隣に立ちたい。のぞみさんが言ってくれた私のステージの上で輝く才能で、自信のない私を信じてくれた仲間にもっと輝いてもらいたいから。やめてくださいよ。別に誰かに評価されるために努力してるんじゃありませんから。それより、これでインタビューはおしまいですよね。だったらもう行っていいですか？あ、これ、綺麗に書き直しておきましたので。それ、アイドルの秘密情報の塊ですから、落としたりしないように。まったくもう、私は忙しいのに。また何か書いたら持ってきてください。ちゃんと書き直しますから。
さあ、今日もリハーサルだよ。チカ、つむぎ、気合い入れてこう。ここからはどんどん忙しくなっていくからね。できることは全部やる。一切の妥協なく、遠慮もなし。私たちのステージを作り上げてるよ。のぞみさん、張り切ってますね。いつもライブが近くなると徐々にテンション高めていきますけど、今回は初めから最高潮って感じ。いえ、おそらくきっとまだ最高潮じゃありませんよ。今回でそれを超えていくつもりなのでは。それはついていくのが大変そうですね。二人とも元気が足りないよ。ほらほら、私の分けてあげる。はい、わかりましたから、手を握って振り回さないでください。そうですね、それはありがたいお話ですけど、遠慮しておきます。やっぱりあなたには出来上がったステージで万全の状態の私たちを見ていただきたいですから。誓ってばいいこと言うね。君はライブ当日を楽しみに待ってて、特等席用意しちゃうからね。それじゃあまたね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。誓、少し遅れてるよ。歌に意識を集中しすぎないで。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。つむぎ、もっと笑顔を。ファンのみんなはずーっと見てるからね。はい。セットリストなんだけど、この曲とこの曲入れ替えられる？あんまり早い曲続けるとお客さんが疲れちゃうかも。でもそれだと衣装替えのタイミングが。私が何とかしますよ。脱がせるのも着せるのも縛るのもお手の物です。縛る？どうです、生地とか熱くないように軽量化しましたけど、動けそうですか？はい、特に問題はないかと。ちょっと動きを大きくするのが怖いかも。思いっきり飛んだ時とか破れちゃわない？そうなんですよね、のぞみさん動きますもんね。動きの多くなる箇所はもうちょっと強い素材にします。これまでより規模が大きく、しかも周りは海、反響がない中でもできるだけ遠くまで歌を届けたいですね。歌のボリュームだけでももう少し上げてもらえます？うんうん、これ以上やるとハウリングしやすくなって私たちの曲がファンの人たちに伝わりにくくなっちゃう。本番は頑張って声出そう。全力で歌えばきっと届くよ。そうですね、元より歌に妥協はできません。もう夕暮れ、あっという間に時間が過ぎちゃうな。でももう少しだけ。のぞみ、無理は禁物ですよ。ただでさえあなたは無茶しがちなんですから。そうですよ、そろそろ休んでください。はーい、じゃあ先に休ませてもらっちゃおうかな。二人も早く休んでね。リハーサルはバッチリ、演出もセットリストもちゃんと確認したし、他にできることはと。チカとつむぎにはもう休めって言われたけど、一応ステージの見回りもしておこうかな。静かな空気、夜のステージって眠ってるみたい。
もうすぐ私たちの歌と踊りで叩き起こしてあげちゃうからね。今の人の声。え、魔物。すみません。ここでカルミナがリハーサルしてるって聞いて、あのどうしても見てみたくて。で、のぞみさん、カルミナの。あなた、私たちのファン？どうやって潜り込んできたの？会場の周りには警備の人もいたはずなんだけど。その海側から泳いで。うわあ、それは予想外。すごい根性だね。でもそうしたら魔物が一緒についてきてたみたいで。うん、分かったから、とりあえずあなたは逃げて。いや、でも。安心して、私のこと知ってるんだよね。カルミナの、のぞみさん。うん、だったら私が強いことも知ってるでしょ。は、はい、すみません、すぐに助けを呼んできます。ふん、ファンを守るのもアイドルの務めってね。さあ、私が相手だよ。どうしよう、さすがに一人で相手するには。ここは一旦引く。みんなで戦えば。ステージを壊す気？それはダメ、絶対に。しかも紬もいっぱい頑張ってくれたんだから、今までのみんなの努力無駄にするわけにはいかない。人を呼びに行く暇はない。少し無茶だけど、私一人でやる。私はカルミナのリーダー。大丈夫、私ならやれる。チカさん、のぞみさん知りませんか？さっきの衣装チェックもう一回しておきたいんですけど。え？紬も知らないんですか？私も最後に歌のアレンジの確認をしておきたくて。騎士さんは見ませんでしたか？まさかまだ練習してるんじゃ。ありえますね。休むって言ってたのに。もうあの人は。すみません。向こうで魔物が出て、のぞみさんが。あ、やあ。よし、これで終わり。やっぱりやればできる。風の精よ、この歌に今宿りたまえ。あ、みんな。のぞみさんの。おバカ、何やってるんですか、たった一人で。ごめん、ファンの人は大丈夫？一番にする心配がそれですか。特に怪我もなく無事そうでした。むしろこれからプロデューサーに絞り上げられるでしょうけど。
そう、よかった。何が良かったんですか、チカ。ライブを目前に控えたアイドルがファンを守るためとはいえ一人で戦うなんてあまりにも危険すぎたのではありませんか。もし万が一あなたがここで怪我をすればたくさんの人に迷惑がかかるところだったんですよ。だってあのままじゃファンの人が危なかったし、それにみんなで作り上げたステージだって壊されて、そんなの私は。どうして一人で行っちゃったの。私たちもう仲間でしょ。のぞみのアイドルにかける熱意、本気で歌い踊り戦おうとする決意、十分に理解しているつもりです。後先考えず突っ込んでいくのがあなたという人です。でもせめて仲間である、仲間だと言ってくれた私たちをすぐに頼るべきだったのではありませんか。チカ、チカさん本気で怒ってる。感情そのままに怒っちゃう私と違って、チカさんみたいに静かに怒るタイプが実は一番怖いんですよね。そうですね、怒られて当然だと思います。のぞみさんは何でも一人でやろうとしすぎです。つむぎ、すみません、のぞみさん、私岸さんのインタビュー読んじゃったんです。この海辺をツアーの始まりにしようとした理由、私全然知りませんでした。それはその、のぞみさん前に言いましたよね、困ったことがあったら何でも言って、私たちは同じユニットの仲間なんだから。嬉しかったんですよ、あの言葉。この人は本気で私を必要としてくれてるんだって思いました。だから私もその気持ちに応えられるよう頑張ろうって思ったんです。でも肝心な時に必要としてくれないですか。二人とも歌を重ねるのに一番大事なのは心を一つにすること。これでは多くの観客の前で声を重ねることなどできません。呼吸が合わないのならダンスだって踊れません。心も一つには。待って、チカ、つむぎ、のぞみさん、まさかさっきの戦闘で。うん、平気だよ、直撃をもらったりはしなかったし、ちょっと体がしびれてるだけ。それよりこれは魔物の毒を受けていますね。毒って大丈夫なんですか。ええ、回復魔法で治る程度ですし問題はないでしょう。ライブまでには間に合うはずです。これもいい機会でしょう。せっかくですしゆっくり体を休めてください。でも明日もまだ準備が。残りの準備は私と紬でやっておきますから。分かった。すみません、3曲目ダンスの立ち位置をもう少し観客寄りにしたいのですが。
ですが、落下の危険性も。問題ありません。観客の方々に少しでも私たちを見てもらう方が重要です。危険性に関しては私たちの鍛錬でフォローできますから。わかりました。ではスタッフに通達しておきます。私たちが登場する時なんですが、もっと派手にしたいなって思うんですけど。今回は昼間のライブですし、光の演出はあまり映えませんね。ですよね。あ、そうだ、周りの噴水の出力いじって虹とかって出せませんか？なるほど、できるかもしれません。技術スタッフと調整してみます。伴奏の音量なのですが。衣装のパターンですけど。少し落ち着きましたね。もうすぐライブ当日だっていうのに、どうしてこんなにやることがあるんですか？のぞみはいつだってギリギリまでライブをいいものにしようと努力していましたからね。スタッフの方々もそれが分かっているからこそ、最後まで妥協せずに準備を続けてくれているんです。のぞみさんの人を引っ張っていくパワーすごいですもんね。お疲れ様です。あ、飲み物ですか？いただきます。じっと見られていると恥ずかしいのですが。それでのぞみの様子はどうですか？おとなしくしている。それはよかった。岸さんに監視看病をお願いしてましたしね。そうだ、つむぎ、これから少し行きたいところがあるので付き合ってもらえますか？あ、はい、こっちも準備は大体終わったので。ではついてきてください。それにしたってのぞみさんには参りますよ。ライブの主役が一人で魔物討伐ですよ。勇ましいのは結構ですけど、ハラハラさせられっぱなしです。なまじ一人で何でもできる分突っ走ってしまうんですよね。そうですよね、一人で何でもできちゃうんですよね。なんか不安になりますね。頼られないってやっぱりきついですよね。私がのぞみさんに抱いてる信頼とか一方通行なのかなって。もしかしたら私たちはのぞみにとって必要ないのかもしれない。え？メモ帳？インタビューまだ続けてたんですか？あ、これって昨晩の。やっちゃったな。二人とも怒ってたな。どうしてか。ファンの人を守ろうと思ったのもそうなんだけど、私カルミナのリーダーだから。カルミナは奇跡みたいなユニットなんだよ。偶然出会った3人がぴったりと噛み合って、私が思い描く理想的なアイドルユニットになった。チカは歌が上手くて、でもそれ以上に強い信念を持ってる。人々を守るって気持ち、戦うアイドルを目指してた私にとって憧れだった。つむぎは常に自分が見せたいものをどう見せるかを考えてる。つむぎのおかげで私たちの表現力の幅がずっと広がった。私たちの魅力を一つにつなげてくれる立役者。二人とも
私にないものを持ってる。私にはね、責任があるんだ。だって二人を巻き込んだのは私だから。後悔させたくないんだ。チカには召喚師の大切な使命があって、つむぎには衣装作りって好きな仕事があった。そんな二人をアイドルの道に誘ったのは私だから。かっこ悪い姿なんて見せられない。いつだってアイドルはこんなにキラキラしてて、可愛くてかっこよくて強いんだって思っててほしい。私についてきてよかったって、私と一緒にステージに立ってよかったって、そう思わせてあげたい。だから私はいつだって私でいなきゃいけない。自分を負けずにまっすぐ突き進む私でありたい。だからって無茶して許されるってわけじゃないんだけどね。二人が怒るのも当然なんだよ。のぞみ、そんなことを考えてたんですね、のぞみさん。ありがとうございます。のぞみの気持ちを伝えてくださってありがとうございます。で、いけない、普通に感謝しちゃってた。よくやったんじゃないですかね、騎士さんにしては。取り繕う意味があったのでしょうか。ところでチカさん、私たちって今どこに向かってるんですか。言われるがままについてきましたけど、どんどん会場から離れてません？薬草を取りに。召喚師はこれまで人々の平和を守るため戦い続けてきました。魔物の毒に関する知識なども豊富なんですよ。それってのぞみさんにゆっくり休めって言ったのに。あののぞみがライブ前にゆっくり休んでいるわけがないでしょ。ああ、確かに。なんだ、初めからこうするつもりだったんですね。やっぱりチカさんは優しいな。リーダーが無鉄砲だといろいろ苦労させられます。そうですね。これで何回目ですかね、ライブ前に気合い入れすぎて問題起こしちゃうの。毎回ですよ。もういつものことです。でもだからこそリーダーなんですよね。ええ、だからこそカルミナなんです。あの人と肩を並べるのって本当に大変ですよね。一切立ち止まったりなんてできませんからね。信頼がなければ歌を合わせることなどできません。そうそう、私たちには強い絆があるんですよ。そわそわ、体はまだちょっとしびれが残ってるけど、ちょっとくらいいいよね。ほら、ボイストレーニングくらいはできるし、私にしてはゆっくり休んでると言えるよね。よし、じゃあ。のぞみ、わあ、ちか、これは違うの、喉が勝手に。のぞみさん、言い訳が強引だな。どうぞこれを飲んでください。え、何この緑色の液体、スムージー。ありがとう、ちょうど喉が渇いてたんだ。苦い、青っぽい、えぐみが舌の上で踊ってる。何これ、食レポのリアクションこれで合ってる。
根性すごいな。のぞみ、体の具合はどうですか？あれ、しびれがなくなってる。療薬は苦いものです。そこだけは我慢してくださいね。これ私のために？ごめんね、二人とも。私、大きなライブの前なのに、リーダーなのに、考えなしに動いちゃって、反省してます。では、二度としませんか？ううん。ごめんね、二人とも。多分またやっちゃうと思う。あ、もし同じ状況になったら、私たちのファンが傷つきそうになったら、きっと私はなりふり構わずに突っ走っちゃうと思う。それでも二人についてきてほしい。無鉄砲でちょっとつ盲信でダメなリーダーだけど、二人を苦労させたり不安にさせちゃうかもしれないけど、絶対に後悔だけはさせないから。必ずトップアイドルの景色を二人に見せるから、お願い。困ったリーダーですね。まったくです。反省はしても改める気はないみたいです。でも正直で偽りがないのはあなたのいいところです。昔見たあの輝きは今も変わっていませんね、のぞみ。苦労したり不安になったりしたこともありますけど、それを嫌だって思ったことはありませんよ、のぞみさん。しか、紬。抱きつかないでくださいよ。ただでさえ勢いすごいんだから。これだけ元気ならもう一度リハーサルできそうですね。え、いいの？どうせゆっくり休んでなんていられないでしょ。じゃあ行こう、チカ、つむぎ。最高のライブにするために全力だよ。薬と君の看病のおかげで全開だよ。むしろいつもより元気いっぱいになっちゃったかもね。よかったですね、のぞみさん。そうですね、元気になって何よりです。ありがとう、つむぎとちかのおかげだよ。私がステージに立てるのは、迷惑かけちゃった分、心配させちゃった分、あと私を思ってくれた二人の気持ち、全部ステージの上で返すから。君も特等席からしっかりと見ててね。今までで一番輝いてる私たちを見せるから。チカ、つむぎ、行きましょう。見せつけますよ。
夏の日差しを浴び、広大な海に包まれながら、今日は全身で私たちのライブを楽しんでいってくださいね。カルミナオンステージ。みんな盛り上がってる？カルミナ最高！これはまだまだ始まりですよ。こっち向いて。はい、見えてますよ。うおー、見に来れてよかった。さあ、もっと大きな声で私たちに負けないくらい叫んじゃおう。そうすれば私たちの歌もさらに大きく皆様のもとへと届いていくでしょう。私たちの全力を超えたパフォーマンス見たいですよね。大きな声援ありがとう。私から目を離さないでね。楽しんでいるかい、坊よ。当然だ、私がプロデュース。いいや、カルミナは常に己の最高を超えていくよう努力していたから。ライブはこれまでにない盛り上がりだ。今まさにあの3人はトップアイドルの頂に手が届こうとしている。だが少々想定を超えて盛り上がりすぎているな。もちろん歓迎すべきことだが、盛り上がれば盛り上がるほど水を差したくなる輩も増え、カルミナが試されるのはここからかもしれんな。さあ、テンション上げてっちゃおう。次の曲は動こうとするなって。これだけの人数なのに動けるわけないだろう。どうしたらいいの、せっかくのライブなのに。この間私が追い払った魔物の親玉かな。先日のお礼参りといったところでしょうか。なら狙いはこのステージでしょうね。なんか初めてのライブの時を思い出しますね。そうですね、あの時は観客の皆さんとも協力して魔物を撃退しましたよね。ですが今回はあの時とは規模が違います。観客を避難させるにもこの人数では混乱に陥るだけでしょう。どうしますか、のぞみ。一度ステージの上に立ったからにはどんな状況でも全ての人々を笑顔にしてみせる。あの時の誓いは胸にある。私たちはカルミナ、ステージの上に立った私たちがやることなんて最初から決まってるよ。チカ、
ええ。つむぎ。はい。やるよ。私たちのステージは誰にも邪魔させない。みんな、私たちのライブはまだ途中だよ。目をそらさないで。何が起きても大丈夫。だって私たちは歌って踊って戦うアイドル、カルミナオンステージ。勇気や翼広げて、みんなの笑顔を私たちが守る。もっと眩しい笑顔を生み出してみせる。そのために私たちはいっぱい練習して準備をしてきたんだから。カルミナの歌と踊り、重ねてきた全てをここに。信じてたのは限界と声援ありがとう。エブリデイ涙は過去に流してゆこう。君の選ぶ道は輝くように。ふっ、皆さん、まだまだこれからです。次は私たちの新曲ジャスト・ア・モーメント。しました。もう動けませんよ。でもまだだよ。会場のみんなが私たちを待ってる。ほら、耳を澄ませてみて。できますね、私たちを呼ぶ声が。若干一人リズムがずれてて、やたらと声を張り上げてますけどね。つむぎ、よく聞き分けてますね。あれだけの歓声の中なのに。あ、いや、それは、ちかい
からかうのはやめてくださいよ。二人とも元気は残ってるみたいだね。いける？はい。じゃあ行こう。私たちのステージに。アンコールありがとう。見て、チカ、ツムギ、みんなが笑顔になってる。この光景は私だけじゃ作り上げることはできなかった。私とチカとつむぎ、3人の力が合わさったからこそ作り上げられた最高の一瞬だと思うんだ。さあ、ここからもっとこの一瞬を超えていこう。進むんだ、輝く未来へ。危ない危ない、ギリギリ買えたぜ。なんだよ、カルミナの本まだ買ってなかったのかよ。ああ、まさかあんなに行列ができるとは思ってなかったよ。この間のライブで一気に盛り上がった感じだよな。カルミナって言ったらやっぱりつむぎちゃんよね。衣装いつも可愛いんだよね。私はやっぱりチカさんかな。あの心に寄り添うような歌声。そういえばインタビュー読んだ？いつもと違う感じのカルミナが見えて、なんだか親近感湧いちゃった。私、将来のぞみちゃんみたいなアイドルになりたいな。私も。そうだ、これからダンスの練習とかしておく？そうだね、うちにカルミナの音響版揃ってるから、目指せカルミナだよ。やあ坊や、こんなところでブラブラと何をしている？やれやれ、坊やは本当にのんびりしているな。あの本はほとんど予約完売、店頭販売も行列だらけだ。今さら探し回ったところで買える場所を見つけるのは至難の業だぞ。おやおや、そんなといった顔をしているな。だがそう落ち込むことはない。そんなことだろうと思って、この私が一冊プレゼントしてやろうじゃないか。しかもなんとサイン入りだぞ。この私の名、大いに喜ぶがいいよ。なんだその微妙な顔は。のぞみたちのサインが欲しかったか。だったら今からもらいに行けばいいさ。向こうでお前を待っているとさ。少し遅くなったが、ライブが無事終わった宴をやりたいのだそうだ。今は人前に出れば騒ぎになるから、私が呼びに来たというわけだ。この私をメッセンジャーに使うとは偉くなったものだよ。まあ坊やには直接言っておきたいこともあったし、わざわざこうして足を運んでやったというわけだ。今回はよくやってくれた。本に載せたインタビューも好評だったよ。あの3人の素の姿が見えるとな。私が指示していない質問も聞いてくれていたな。どれも実に良かったぞ。素直に称賛してあげるよ。どうだ坊や、カルミナ専属で働いてみないか？ああ、坊やならそう言うと思ったよ。
そういえば最後のインタビュー、削るのももったいなかったからそのまま載せておいたぞ。ライブ直後のインタビューなんてなかなか見られないからな。それまだ終わってなかったんですか？っていうか私たちライブ終わったばかりで疲れてるんですけど。まあまあいいじゃない紬、ライブ直後の今だからこそでしょね、チカ。ええ、そうですね。心が高ぶっている時にこそ本心が出せます。もう二人ともタフなんですから。じゃあ岸さん、さっさと済ませますよ。ライブの感想ですよね。私はまあ疲れたって感じですかね。いいライブにするため自分にできることは全部やりましたし、当然最高だったと思いますよ。紬にしては素直ですね。ちょっとチカさん、ちゃかさないでください。では次は私が。ライブを行い、人々の前で歌うたび、自分の新たな表現の可能性を感じてきましたが、今回は自分だけではなく、のぞみとつむぎ、隣で声を合わせる仲間がいてこその重なる音の力をより強く感じられました。チカってば、疲れてても冷静だよね。なんかずるいな、この後のコメントに困っちゃう。そこはリーダーらしく決めてくださいね、のぞみ。はい、じゃあ最後は私ね。今回のライブ、私個人としても意気込むところがあって、いろいろとトラブルもあったんだけど、というか私がみんなに迷惑かけちゃったりしたんだけど、歌って踊って戦うアイドルカルミナとして私たちの全部を見せられたと思う。私たちはまだ完成されたアイドルじゃない。失敗もするし、努力が及ばない時もある。でもだからこそ私たちは進んでいける。チカがいて、つむぎがいて、凄腕のプロデューサー、支えてくれるスタッフさんたち、そして応援してくれるファンのみんながいる。カルミナはもっと先に進める、輝く未来に、そう感じたライブだったなんて。少しカッコつけすぎかな。いいんじゃないですか、ストレートさがのぞみさんらしくて。ええ、前だけを見て突き進むのが私たちカルミナのリーダーです。ありがとう二人とも。そんなの決まっています。せーの、もちろんトップアイドル。のぞみさん、なんだか気合い入ってますね。私も負けていられません。のぞみさんみたいに一人で何でもはできませんから、私は私にできることを頑張ります。さあ岸さん、私の手足となって働いてくださいね。